新型コロナ県内ではきょう、今日入院中の患者2人の死亡と過去最多となる1655人の感染確認が発表されました。自宅療養者も1万人を超えていて、県では明日から健康観察の方法を簡略化するとしています。県は今日新型コロナに感染し、入院中だった65歳以上の患者2人の死亡を発表しました。 県内の死者は今月に入り28人目ですまた新たに感染が確認されたのは盛岡市で582人など合わせて1655人で2日連続で過去最多を更新しました県内の自宅療養者は1万23人と初めて1万人を超え県では明日から健康観察の方法を簡略化します具体的には、はい 64歳以下で基礎疾患のない人へは、原則、携帯電話のショートメールと患者自身が健康状態を報告する国のシステムマイハーシスだけを利用し、電話連絡は行いません。65歳以上の人へは、明日新たに医師などが常駐する健康フォローアップセンターを開設し、24時間体制で電話で対応するということです。